はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日はちょっといつもと違うところにやってきてます。廃墟前のブルーベリーの広場のところですね。楽しんさんに脚立とヘルメットかぶってきてもらいましたが、今日はですねちょっと私のお願いを聞いてもらおうかと思って、ゆずの木をですねちょっとだけ切ってもらおうとね。あの1本切り倒すとですねちょっとまあまあそれなりのデカさがあるので、電線の隣でね危ないので、一枝ですね、一枝をもうバサッと落として、で毎年そんな感じでちょっとずつ切っていけば、こういう綺麗に切れるんじゃないかっていうことでですね、一気に倒せなくてちょっとずつ枝を落としていこうかと思ってまして、ちょっとどうしてもゆず風呂にね、あの子供たちにね入れてあげたいので、でちょっとゆずを取ろうかと。1本取ればね、多分一枝でさ結構あるよね、あるある、20個ぐらいなってるとかなってるもんね、うん、そう毎年できるよね。毎年そうだね、はい、まあ、でとりあえず今日は1本だけその一枝だけ落としてもらおうかなと考えてますので、まあ、ちょっとゆるっとした動画ですけど最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあちょっと見てもらいましょうかね。はい、場所は廃墟からこれ牛舎ですね、この横です。ここにですね水の木があるんですよ。でもですね、めちゃくちゃ高いんですよね。こんな感じで何メートルぐらいあるかな、6メートルぐらいあるかな、いやもっとある、10メートルぐらいあるんじゃない、10メートルはないけどぐらいだよね。全部上の方になってるんですよね、下も一切なってないです。なのでちょっと下を支えてですね、こう木と枝をこう落として水をちょっと取りたいと思います。じゃ毛がなくいきましょうかね。どれから切る、ここでも、でもさこの下の枝はもうなってないもんね。これ切るわ。あ、そっちね、これがすごいね。引っかかっちゃいました、ここに。気をつけてね。ね。どう？少ない？いや十分よ。まああればあっただけ入れるけど。何個？今2、4、6、8個ぐらいかな。でもせやね。うん。また倒してるよ。こっち側は全然なってないね。そうだよね、やっぱ日が当たらんからね。ねえ、奥と上の方やっちゃうね、取れんてだから。うん、まあ、また来年でいいんじゃない。そうだね。ね、これ伸ばしてさ。そうだね、うちにしろ電線に当たっちゃうからね、切らんと、うん、そうなんだよね。危ない。うん、水のいい匂いがする。そんな子供たち喜ぶわ。
な、すごいね、つぼみの。あら、刺さった。すげえな。よいしょ。わかりますかね、トゲが。すごい。すごい出てるな、この辺も。やばいですね。これは処分するのも、一苦労ですね。とりあえず、2、4、6、8、14個ぐらい取れました。こっち側ですね、陰側の方を今切ってくれたんですけど、なってるのはこっち側ですよね。めちゃくちゃ高いところで、これはキネキの枝で出てるので、ちょっと簡単には切れそうにないですね。また来年ちょっとずつちょっとずつ取っていきたいと思います。はい、ということで、はい、とりあえずこんだけ取れました。思ったよりちょっとね、少なかったですね。ちょっとあの傷がついてたり、もうちょっと時期が終わりかけっていう感じなので、ちょっと傷んでるのもあってですね、ちょっと廃棄もしましたけど、まだかまた剪定していってね。そうだね、ちょっとずつまた、うん、こっちの枝とかもまだ塗装、ね、といえばなんとかいけるかなっていうところやから、高いとこなんだよね、全部ね。そう一番太い枝のとこにできてるので、なかなかちょっと簡単にいかず、でしかもあのトゲがね、意外に鋭いのが、うんね、数が多いっていうのがですね、ちょっと厄介なので、まあ、でもできればね低くしたいしね、せっかく、うん、ちょっと自分たちで取れるぐらいにしたいので、うん、まあちょっとこの冬の、はい、当時は過ぎたけどね、の子供たちと楽しめればと思います。ちこで今日は柚子の枝を取っていってですね、ちょっと柚子を取っていきました。まあ、もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、もうおかげさまでいっぱい熟してます。まあ、粒はでもそんななかったね、うん、今年はね、そんなに大きくなかったです。なんかね、うん、まあまあ普通、もうちょっと結果していいね。うん、まあでも数結構子供たち食ってるよ今。あ、そうね、じゃあいいか。あのこの正月休み1日10個20個食べてたからね、午前中と午後とって。だから粒はですね、あんまり大きくはないです。1センチぐらいかね、こんな感じですね。肥料が少なかったのかもね。かもね、親指の親指サイズっていう感じかな。去年はさ、ここにさ、チャンパンとかも植えてたじゃん。そうなんでね。そうそう、うん、でそれが肥料になったんだろうね、うん、だと思う。今年してないもんね。してないしてない。粒がですね、今年はそんなに大きくないです。まあまあでも十分食べ応えのあるサイズではあるんですよ。でなんですけど、まあ去年のあの大きいのがボコボコってできてたのに比べるとそこまでないかなと。でお味はどげんですか？美味しいですよ。私はキンカンあんま好きじゃないから。はい、知ってます。まあ美味しいよ全然ね、うん、だ子供たちはもうめちゃくちゃ食べます、うん、ですね。どう？もっぱい？うん、美味しい。酸味が強いかな。酸味、うん、味がでもなんか薄い気がする。今年そうかな、うん、ちょうどいいけど、皮がちょっと硬いかなっていうイメージが強い。まあ、まあ、食わんかわからんねなんか今年の皮はなんかちょっと硬い気がする。まあでもあの下の子は皮が好きなのね、うん、上の子は中だけが好きなのだから兄弟でって分け合って食べてるよねなんか弟が皮むいたやつを兄ちゃんが食べてるみたいな仲良くやってますよ。ちゅうこで今年も金柑いい感じで育ってます、はい。